アースノワスリアムジタライの骨格化石標本。ロンドン自然史博物館。アルシノイテリウム科は、約4、レーレレレレレ約に300万年、前のアフロアラビア及び、ユーラシア西部地域に生息していた、植物植生ユーヒズメ哺乳類の一分類群。重脚目の主要な一科であり、模シキ属アルシノイテリウムのほか、クリバディアテリウム属、ヘプトコノドン属、パラヨアマシア属、 ラディンスキア族が現在知られている。最も古い地層から発見されているのは、トルコにあるシ、シンヨ中期の地層に、由来のパラエオアマシア族である。一方、形態学的知見は、ラディンスキア族に、どうかの主源的特徴を見出している。代表種であるアルシノイテリウム族は、死神予末期の北アフリカに出現し、アフロアラビアに広く分布した。そして、 全身与の終焉前夜に、同化の最後の種の一つとなっている。同じく死新与末期に出現した、クリバディアテリウム属も、最後の種の一つと考えられる。こちらは現、東ヨーロッパのルーマニアは、トランシルバニア地方にあたる地域に生息していた。もっとも、アルシノイテリウム属以外を原始的な、パラエオアマシア科として区別する説もある。アルシノイテリウム科の海分類についての詳細を記す。 地名は化石の発見地。略語原始的形質を示すものとして、パラエオアマシア化を設ける説もあるので、ここでは区分して表記する。2化に分ける場合、アルシノイテリウム化は、アルシノイテリウム属の一族三種という構成になる。一方、パラエオアマシア化であるが、これにはさらに別の仮説が絡み、その上、十分な学術的報告がなされていない。よって、 現時点では、記述を抑えることとする。推定される、系統発生の関係図。その一例。おう、重客メインブリーターポダ。だ。アルシノイテリウムカーアースノワザーデイ。ラディンスキアラドインスキアユピンガエ。ヘプトコノドンヘプトカーナドン。おアルシノイテリウムアースノワスリアム。アルシノイテリウムジッテリエージタライ。アルシノイテリウムアンドレウシーエーアンドリュージー。 アルシノイテリウムギガンテウスエージャイアンティアス。クリバディアテリウムクライバディラリアム。パラエオアマシアペイリオンナ。ありがとうございます。